3月23日月曜日、大津市議会で ICT 導入調査・生活支援対策・公共施設対策の特別委員会が開催されました。特別委員会とは、複数の常任委員会に属する案件や、市政上重要な課題を調査するために市議会が設置する委員会で、現在3つの特別委員会が設置されています。 23日に開催された特別委員会では年間を通じて調査を行ってきた内容を委員長報告としてまとめられました ICT 導入調査特別委員会の委員長報告案では市民に対し丁寧に説明を行い分かりやすさと利便性向上を第一とした市民目線での ICT 技術導入を執行部に求める内容が盛り込まれ また生活支援対策特別委員会では子ども・若者支援計画について報告を受けた後、委員長報告案としては各種団体とさらに連携を強化し SDGs の理念でもある誰一人取り残さない社会の実現を目指した社会支援に係る事業の推進を執行部に求めることが確認されました。公共施設対策特別委員会では、 中長期保全計画の作成についてや令和元年度市民センター機能等の在り方検討について報告を受けた後委員長報告案では小学校規模等適正化の推進にあたっては必要に応じて建て替えも検討するなど建物の用途に応じたより効果的な施設マネジメントを行うことまた本庁舎と中消防署の整備は 防災上危機管理上喫緊の最重要課題であり平成29年9月に全会一致で可決した必要な耐震化が図られていない庁舎の整備を実現するため中消防署用地の早期選定を求める決議の内容を十分に踏まえた検討を進めるように強く執行部に求めることなどについて話し合われました。